さあどうも皆さんこんにちは。本日も地球防衛軍の動画を撮っていきましょうか。そしてもし初見さんがいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では今日の動画、具体的に何について語っていくのかっていうところなんですけど、今作におけるミッション具体的にどれぐらいあるのかっていうところであったりとかで、数多くのミッションがあるわけですけど、その中で稼げるミッションって何なのかっていうところについて語っていきましょう。いや今作はですね、すごくミッションの数が多いよ。いや本当に。で147までありますね。で序盤、中盤、終盤、この3つのセグメントに分けて、どういった稼ぎ場所がいいのかっていうところであったりとか、攻略方法であったりとか、そういったところをですね、今からラジオ感覚でお届けいたします。ですのでもしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまずですね、序盤の稼ぎ場所っていうところで、こちら多くの方がですねご認識かもしれませんが、牙の怪物っていうところで、こちらがですね最もおすすめのミッションとなっております。なぜかというと、このステージはですね赤ありしか出ないんですよ。でモンスターの出現数も多いので、アイテムを効率よく稼ぐことができます。で赤あり出現マップっていうのは伝統的な稼ぎ場所であって、過去作でも赤ありが出現するマップは特に稼ぎ場所として有名だったかと思いますね。そうこれ本当にねおすすめですよ。なのでそう考えた時に、この8っていうのが一番ですね、ここら辺だと効率がいいんじゃないかなっていうところです。ちなみにですね、難易度はハードで挑みましょう。赤ありは囲まれなければ被弾の可能性が低くて、また掴まれたとしても攻撃すれば簡単に攻撃から逃れることができます。そのためですね、難易度比較的序盤から高くしても実はそこまで苦労する、そういったミッションではないんですよ。そうそうそう、逆に赤ありの方がですねやりやすいんじゃないかな。まあ初見プレイしてるんであれば、難易度をハードまで上げることで高レベルの武器をですねこのタイムでゲットすることもできますので、アーマーだけじゃなくて武器もゲットできるっていうのがですねおすすめのポイントなのかなっていうところです。なので始めてから間もないよっていう方は、まずはこの牙の怪物、こちらをですね重点的にやっていきましょう。まあそんな感じですかね。ただ基本的にはですね赤ありっていうことなので、まあ、レンジャーの方がやりやすいのかもしれませんね。まあ、レンジャーだったりとかウィングダイバーだったりとか、まあ、そこら辺が個人的にはおすすめでございます。では次行きましょうか。中盤における稼ぎ場所っていうところで、ミッションの51番でございます。まあ、これもですねかなりおすすめのミッションとなっております。でこちらのミッションに関しましては合計で3ウェーブございますね。で、自爆アンドロイドのみが出現するミッションとなっておりまして、まあ、遠距離から攻撃されることがほとんどないため、アンドロイドに近づいて、例えば時限爆弾を起動させて、素早く逃げるだけで簡単に処理できてしまうというね、まあ、そういったミッションになっております。まあ、比較的簡単にクリアできるんじゃないかなというところですね。またこのミッションにはですね、戦車2体と、まあ、2体というか、うん、2体であってるか、2体と兵士が数人いるため、ミッションの途中までおとりとして使用することが可能となってます。なのでまあおとりをねうまいこと使って、まあ、稼ぐみたいなやり方かな、まあ、これがね最もいいんじゃないかなっていうところです。まあ、特にですね中盤であればこれかなりおすすめなので、ぜひねやってみてください。はい、まあ、ここで粘ってくっていうイメージかな。で次はですねミッションの99、燃える岩壁っていうところで、まあ、なかなかですね、まあ、すごい名称になっているわけですが、こちらをですね皆さんやっていきましょう。でこちらはですねアンカーから無限に爆弾アンドロイドが出現するミッションとなってます。まあ無限に出るっていうのがミソですね。でアンカーから敵が無限湧きする上に爆発するアンドロイドがメインで出現するミッションなので、大量のアイテム回収が可能となってます。これかなり効率がいいので、100未満であれば間違いなくこれをやった方がいいと思いますね。まあ、他にも様々なミッションがあるんですけど、多分ね一番効率がいいんじゃないかな。これダントツでいいと思います。ですので覚えておいていただければと思いますね。よろしくお願いします。そしてここのタイミングでハードをクリアするとかなり強力な武器がね手に入るので、まあ、このタイミングでハードでできればクリアしておきたいって感じかな。
おそらくまあプレイ時間で言うとここまで来るのにまあどれぐらい時間かかるんだろうな。まあそんなに時間はかからないと思うんですが、優先的にこちらクリアしていきたい、そういったミッションとなってます。できればハードで粘ってまあ武器をゲットして、でここら辺に終盤のミッションがあるわけですが、ここに備えていきたいなっていうところですね。そして次はですね、終盤の稼ぎ場所っていうところで、まあ一番ですねやってる人が多いミッションかなっていうところで、まあかなり鉄板ではありますが、ミッションの117、これねかなりおすすめでございます。でミッション117はですね、ウェーブがかなり多いので細かく記載をしております。でウェーブ1がですねあり、でウェーブ2があり、でウェーブ3がありというところで、まあその後はまあマザーありありと、アンカー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 みたいな感じで、まあこういった形で出現する予定となっております。こちら確定ですね。でこちらに関しましては本当にですね敵がかなり多いです。はい、かなり多いので、まあそういった意味だとですねかなり稼げる場所なのかなっていうところでございます。まあ全体的に敵が多く出るので、その分ですね武器であったりとかアーマーをゲットすることができますので、まあ終盤ではですねかなりおすすめのそういったミッションになってるのかなっていうところでございます。であとまあ135であったりとか136ですね、135のエイリアンアタックで136の巨人激突っていうところがですねおすすめとなっております。いやーこれはね本当におすすめなんで、こちらもねぜひやっていただければと思います。多分一番ね効率がいいのが117かなと思うんですが、135と136もまあそこまで悪くないので、まあ試してみる価値はあるのかなっていうところですね。でここら辺で粘ることによってアーマーであったりとか強力な武器をゲットすることができるんで、で特にですねこの136っていうのがとても重要なんですよ。なぜかというとこの136で様々な武器がゲットできるんですよね。非常に強力な武器がゲットできますので、まあ、136を重点的にやりつつで117でアーマーを稼ぐみたいな、そういったイメージかな。多分こちらに関してはほぼ間違いないかと思いますね。まあ鉄板じゃ鉄板ではありますからね今作の。まあそんな感じでございます。皆さんいかがだったでしょうか。ただかなりですねその130何度か136っていうのは重要なので、ぜひこちらですねやってみたらどうでしょうか。まあそんな感じでございます。はい、ちなみにですねミッションは147で一番最後となってますね。それなんだよな、147まであるんですよ。まあこれが多いのか少ないのかって言われるとまあ難しいところではございますけど、まあとりあえずこういった形になっております。ぜひ覚えておいていただければと思いますね。よろしくお願いします。まあそんな感じか。ただまあミッションはかなり多いので、まあ時間はかかるっちゃかかるのか。そう、一周やるだけでも結構時間かかりますよね。ちなみにクリアまでの平均時間がですねおよそ、まあ、30時間からないしは45時間ということが一般的に言われてますね。まあどれぐらいのスピードでやっていくのかっていうところであったりとか、イージーとかノーマルとかどのレベルでやるかっていうところによって大きく変化はあると思いますが、まあそういったことが一般的に言われております。あと個人的にですねこのレッドボール作戦、これめっちゃ楽しかったな。そう、作戦系はですね地球防衛軍恒例で毎回あるわけなんですけど、やっぱり作戦系は面白いよね。そう、なんかわちゃわちゃしてるけど個人的にはねすごく楽しかったなと思いました。はい、まあそんな感じでございます。まあたくさんですねミッションがあるのでかなりやりごたえはあるんじゃないかなっていうところですね。あとはまあハードとハーベストで、さらにですねインフェルノやらないといけないので、こうやるべきことがございますが皆さん頑張ってください。はい、ということで今日の動画一旦終わりましょうか。まだチャンネル登録を済んでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録してこれからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ちなみにですねハード、ハーデスト、インフェルノ、この3難易度でクリアしないといけないので、でかける4陛下って考えると、まあこれ全部で12周やらないといけないんですよね。よく思うと12周ってやばくない？12周はやばすぎでしょう。うん、まあ毎回同じなんだけどさ、12周って冷静に考えるとやばいよね。だって 147×12 ってことでしょ。まあクリアするのこれ500時間とか600時間ぐらいかかりそうですよね。はい、ということでお疲れ様でした。バイバイ。じゃあね。